皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、いろいろな DIY で使えてとても便利なコスパ最強ニッパーとその研ぎ方についてご紹介していきたいと思います。皆様、ニッパーって DIY 全般においてとても使用頻度が高いですよね。電気系、機械系問わずいろいろな DIY で使う機会があると思います。そんな大変便利なニッパーなんですが、とても消耗が激しい工具の一つでもあるんです。たとえ高級品のニッパーとかであっても、ちょっと手荒に扱ったりすると簡単に刃先が欠けてしまったりするんですよね。結果として何度も買い直す羽目になったりして、工具の中ではかなり高くつく部類なんじゃないかと思います。そこで今回は以前からやりたかったコスパ最強ニッパーのご紹介ですね。こちらなんと1個400円程度で買える精密ニッパーなんです。だいたい良さげな精密ニッパーとかですと2000円とかするものが結構ザラですから、これは激安ですね。実はこれ最近 Amazon で安く買えることを発見したんです。以前はもっと高かったような気がします。しかもこのニッパー安いのに高性能なんです。切れ味が抜群なんですね。この性能でこの価格は正直やばいと思います。ニッパーとかって100均でも売ってますけど、100均で売っているようなニッパーとはレベルが違いますね。今回のニッパー、なぜそんなに高性能なのか、そもそもニッパーの構造とはどうなっているのか、また切れ味が落ちた時に研ぎ直す方法も解説してみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するニッパーがこちらですね。なんと5個入りです。これ少し前に買ったんですけど1800円だったんですが、今見たら2100円ぐらいに値上がりしちゃってました。少し値上がりしてしまいましたが、それでもまだ最安レベルだと思います。なお今回ももちろん案件とかではありませんのでご安心ください。私が良いと思ったものを勝手にご紹介しているだけですね。なお今回のニッパーもかなりお得度が高いので、ひょっとしたら売り切れてしまうかもしれませんが、何卒ご了承ください。そしてこちらのニッパー、実はほぼ全く同じ形のものが大量に出回っているんですね。私何年も前から全く同じ形のものを愛用しています。これ持ち手の部分の色こそ違いますが、金属の部分の形ほぼ全て全く同じですので、ほぼ同じものなんじゃないかなと疑っています。また今回実際に試してみましたが、使用感もほぼ同じですね。この形のもので安いならお得と言ってもいいと思います。それではここからは実際の使用感について簡単にご紹介します。こちら印紙ロックをちょっとカットしてみたいと思います。まあ、この通り弱い力でスパスパ切れますね。切れ味の中途半端なニッパーにありがちなパチーンと切った瞬間に弾けて飛んでいってしまうような感じもないですね。ぬるっと切れるので切れ味のいいニッパーの証拠です。こちら私が多少研ぎ直しているので切れ味が落ちてしまっているんですが、エンジニアのニッパーがありますが、まあそちらと遜色は全くない感じですね。まあ大きさが違うのでちょっとフェアではないですけど、普通のニッパーだとこのようになりますね。音とともに切れ端が発射されます。それではここからはよく切れるニッパーの秘訣というか、ニッパーの構造について解説していきたいと思います。皆さん、ニッパーってなんで切れるかご存知でしょうか？そんなのこの構造を見れば一目瞭然と思われる方もいらっしゃると思います。こんな感じでぴったり刃を突き合わせて切るんでしょと思われる方もいらっしゃると思います。ただこれ実は不正解なんですよね。これ実は私も最近知ったんですけど、ニッパーの刃ってこちらのように刃が微妙にずれてるんですよね。
まああの絵は多少大げさに描いてますけど、そんなバカなと思われる方はニッパーのこちらの面を爪でこう歯と歯の間を移動させると片方だけ引っかかると思います。こちら向きには下から上には全く引っかかりませんが、上から下には必ず引っかかります。つまりこの場合、上の歯の方が少し奥にあるんです。下の歯が手前にあるんですね。そしてなぜこんな風になっているのか、それはこのニッパーの構造ですね。この場合こちらの部分とこちらの部分、歯をこうやって重ねてますよね。この場合上の歯がもし手前にあると、まあ、極端に言うとこういう感じになって歯がうまく当たらないですよね。まあ、こういう状態でかしめてあるわけですから、こっち方向には動きにくいですが、こう開く方向には簡単に動いてしまうわけです。もちろんこんなに極端に動くわけではないですけど、わずかな値ですよ。今のことを考慮に入れますと、最初このようにぴったりと付き合わせた状態では最初だけはいいかもしれませんが、使っているうちにどん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 歯が開いていってしまいますよね。ちょっとこれ歯の向きが逆なんで逆に分かりにくくなってしまうかもしれませんけど、ハサミで例えるとこんな感じですね。こう歯が開く方向には比較的簡単に動いてしまいます。この開いた状態では当然ハサミも切れないですよね。こちら向きには絶対に動きませんが、こちら向きには歯が動いてしまうわけです。ニッパーの例に戻りますと、今回の場合この上側の歯が少し奥にあるわけです。皆さんなんとなく想像がついたでしょうか。これが多少開いたとしてもぴったりと合うようになっているんですね。そして歯が閉じた状態では矢印の方向に開こうと力がかかっていることになります。そして歯が重なっていれば歯に当たって開かないですよね。つまり歯先が開いていってしまうのを防ぐことができるんです。これが切れるニッパーの秘訣の一つですね。まあ、また指の例になりますが、まあ、極端に言うとこんな感じになってるわけですね。まあこれは極端な例ですけど、多少開いたとしても歯が浮くことがないわけですね。うまく歯がずれているか確認するためには歯を閉じた状態でライトで裏側から透かしてみてもわかります。ちょっとうまく撮影できるかは自信ないですが、こう斜めから覗いてみても光が透けて見えるときとあまり光が透けない場合があります。この場合今透けて見えますが、当然手前側の歯が下にある場合透けて見えるわけです。図で描けば非常にわかりやすいです。光を照らしたときにこちら側から見れば当然光が透けて見えますし、こちら側から見ればほとんど透けないわけですね。これでずれている方向を確認することもできます。これは研ぎの時に非常に重要になってきますね。今回のこのタイプのニッパー全て確認してみましたが、ちゃんと正しい方向に刃がずれていました。これが100均とかのものですとほとんどずれていなかったり、まあ、そもそも歯がしっかり閉じていなかったり、まあ、そういった問題外の場合もありますが、今回のニッパーの場合はちゃんと切れる形になっているわけですね。ただ今回のニッパーもちろん欠点もありまして、一番の欠点は華奢すぎることだと思います。まあ、こんな感じで板材を打ち抜いて作っているだけなので刃の厚みは非常に薄いです。ちょっと無理するとすぐ欠けちゃったりしますね。私以前この歯の根元からごっそり折れたことすらあります。さすがに高いものではそんな壊れ方をすることはないですが、無理すると刃先が欠けたりするのは同じですね。ニッパーは所詮消耗品として考えた方がいいと思います。さてニッパーは消耗品とはいえ、欠けた程度で交換するのは倹約 DIY 的にはもったいないです。そこでニッパーを研いでみたいと思います。ニッパーが欠けるといってもそのかけ方にはいろいろあると思います。まず一番修正が簡単と思われるのは先端が欠けた場合ですね。これは意外と簡単に直すことができます。
こちら以前の動画で製作したハードディスクから取り出したブラシレス DC モーターで作った研磨機ですね。これを使います。こちらのニッパー先端も欠けてますし、周囲もガタガタなので、これをちょっと研磨していきたいと思います。先端欠けの直し方は単純ですね。側面からこちらのように削って欠けを直していけばいいですね。多少刃は短くなりますが、これで綺麗に直ります。先端は綺麗に直りましたね。ダイヤモンドディスクの研磨機を使えばあっという間に修正できます。むしろ削りすぎに注意ですね。次にこちらのように刃の途中が欠けちゃってる場合です。これ硬いステンレス線とかを切ると一撃でこうなります。この修正はちょっと厄介ですね。刃の当たり面全体的に削らないとダメです。原理的にはここまで削るしかないわけですが、あまりに大きな欠けの場合非常に面倒くさいので諦めた方が早いかもしれません。ここは研磨ディスクは使えませんので、こういったダイヤモンドヤスリで地道に削るしかないです。そしてどのぐらい削ればいいのかは、先ほどご紹介した光を透かすやり方が有効です。光を透かして隙間が同じぐらいになるように研いでいけばいいんですね。ほぼほぼ欠けは消えましたね。先端付近が少し当たっている感じがするので、もう少し削ってもいいですが、まあこのぐらいでも問題はないですね。言うのは結構簡単なんですけど、均一に研ぐのは結構難しいので、それなりに慣れは必要だと思いますが、ライトで透かしながらやればどこを削ればいいのか分かるので比較的やりやすいと思います。うまく研げているとぬるっと切れて、あまり破片が飛び散らないのが特徴ですね。あまり研げていないとこちらのようにパチパチという大きな音と破片がやたら飛び散ってしまいます。刃を全面的に研ぐのは非常に難しいですので、まあパチパチ言う程度で切れるなら満足しておいた方がいいかもしれませんね。ネットとかを見るとこちらの平らな面を研げばそこそこ切れるようになるという情報も見つかります。その場合こういった段差がちゃんと作られているものはこちら側ばかりが研げて、この段差がなくなってくるのであまり良くないのではないかなと思われます。まあ多少削るぐらいならいいと思いますけど、削りすぎには要注意ですね。ここが真っ平らになってしまうとかなり厳しいです。おそらく研いだ直後はかなり切れるようになると思うんですが、動画の前半でお話ししたように刃が辛い位置だとすぐに刃先が開いてきてすぐに切れなくなってしまうと思います。おそらく寿命がめちゃくちゃ短くなっちゃいますね。随時こちらのように斜めから光を当ててちゃんと透けていることを確認した方がいいですね。試しにグラインダーでこちらの面を完全辛い位置にしてみました。今はめちゃくちゃ切れるんですけど、おそらくすぐ刃が開いてしまうので、それを防ぐためにはどうすればいいかというと、これ右側の刃が左側の刃の下側に潜り込むようになればいいので、こちらのようなダイヤモンドヤスリでこちらの面をちょっとだけ削ってあげればいいですね。少しだけ削ることで閉じた時に右側の刃が左側の刃の下側に潜り込むことになると思います。ダイヤモンドヤスリ軽く5回ぐらい撫でるだけで十分ですね。切れ味を確保しつつ刃が開かないようにできると思います。いかがだったでしょうか。今日はコスパ最強のニッパーとその研ぎ方について解説してみました。これめちゃくちゃ性能もいいですし、たとえ刃が欠けたりしても修正もできることが分かりましたね。
こちらのダイヤモンドディスク研磨機を使えば新品との遜色ないレベルまで切れ味を回復させることができました。たとえダイヤモンド研磨機がなくても、こちらの100均で売っているダイヤモンドヤスリがあればそこそこ切れるように回復させることもできますね。ニッパーは非常に使い道の多い工具ですし、1個400円程度の価格ですから、いろいろな場所に常備しておくと便利だと思いますね。前々からずっとご紹介したかったことではあったんですが、今回たまたま5個入りで安いものが見つかりましたので、もしよかったら使ってみてください。今日の動画がもし参考になったよという方は、ぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。さて、今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、また次回、さようなら。